山本譲二さんの歌をね、一曲聴いていただきたいと思います。僕ね、母親が鹿児島なんですよね。よく車で、九州の方へ帰った時に渡ってましたのが、この関門海峡ですね。関門海峡という歌を聴いてください。古い産地に